受験生版虎の負けやトーク。はい、皆さんお疲れ様でした。今月もお疲れ様でした。はい、まあ今日のテーマは何においても20万ですよね。そうですね。はい、ちょっとそうですね、遅刻に引き続きまたやらかしてしまったという、はい、まあ、あの宮本さん出していただいたんで、僕のポリシーは守れたんで、はい、逆に良かった。何ですか、ポリシーって。やっぱ学力が低い人を助けたいなっていうのがあったので。あ、そのポリシーあったんですね。あの、10万あったら出そうかなと思ったんですけど。いや、けど宮本さん責任は答えられないのは学力が低いです。そうですね。ちょっと問題はだから、あの法政、ね、数学で受かったって聞いたんで、まあ、それで僕の方が出してしまったんですけど、多分だから半年間あんまり勉強してなかったんじゃないかな。うん、そうだと思います。なんか、あの、僕が今題材振ったんだけど、松原さんが僕のポリシーが守れたから良かったって言っちゃうと話終わっちゃうんですよ。そうそうそう。やばっすね。あれはおかしいっすよ。やばっすね。まあ、でも今回はほぼ全員オール、あの、全員あれ出すみたいな空気だったじゃないですか。やっぱりおかしい。まあ、今回の、今後の、そのなんか、レイドの虎の、まあ、なんかモデルみたいな。女になったんじゃない。はい、でも下がってないですよ。だから下がってない。50÷5 は20なんですよね。そうだからあれでしょ、こう10、10、10、10でカッコつけたんでしょ。そうです、カッコつけた。そうだ、絶対そうと思いますよ。いや、そうなんです。一応武田塾って名前出してくれてるし、そう、はい、そうですね、抱いてるんでちょっと出さないとなっていう。ものすごい心が通じ合いましたよね。いや、めっちゃすいません、ちょっとうーって見てました。すいません、カッコつけました。すいません。もう肌でさえ大変だったらより大変。みんなで10、10、10出したのだから、10、10で20になった時のお二人はどう思ったんだろうか、すごい僕は気になったんですよ。山道先生、はい、じゃあ、僕20で、はい、まあ、そうです、僕も最初起業した仲間が SSC で、じゃあ僕は10で、まあ、今までで一番悩みましたね。和田さん出さないかなと思ったんです。英語使わない可能性。いや、そうだ、僕出さないかなと思ったんですよ。いやいやいや、でも英語使わないから出しませんっていうのひどいじゃないですか。そう、そう、そう。だからあそこで森田さんが出さない選択肢がないの、逆に。そう、だからプレゼンが良かったんだから、ね。そこまでやっぱり読まなきゃダメですよね。そういうことですね。で、そう、後出しで、いや、森田先生出さないと思ったんですよって、さっき全員出すって思ったって言うたやんか。矛盾もつきましたよ。そうそう。前振りで岩井社長がみんなの顔色を見て、はい、あって今回は一人ずつにしましょうね、でも、あ、そういうことね、でも分かるじゃん。そう。だから俺が10で始めたんだよ。そうそうそう。従った時にいる。そうそう。だから、そうなの。本当さ、細井さんが普通だったら別に一人出したんですんねん。そうそう。ボード書いたらそうなるかもしれないところが、10っていうのはなぜ10なのかをやっぱり考えればいいですよ。絶対そう。いやー、そう、そうですね。微妙に教わってる生徒かわいそうだよ。ちょっと、ちょっと。やっぱ無料相談良くないんじゃないですか。いや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 。無料なだけありますね。そうそうそう。いやいや、あまりいじめるやめて。ここまでやっといて。また、はい、また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 、こうしょっちゅう来るんですよ。はい、でも山火先生をいじってもらってありがとうございます。で、あの時本当に怖くて、あの、なんであんなことするんですかって来ると思ったら、はい、ドッキリですか。例えば君が一人でやってる YouTube とは違って、これだけの人を巻き込んでやっぱね進んでるわけだから、それやっぱ考えた方がいいよ、はい、本当に。で、俺はさ、あ、頭きたのはこう、今日ちょっと、まあ、俺が座りやって言って座ってしばらくの間ヘラヘラしてたやろ。それはお前のキャラか。は？分別つかんのか、そういうこと。ちゃんとやれやお前。お？ちゃんとやれお前。すいません。あなたか。はい。許さんぞお前、俺は。申し訳ございました。なんちゃってね。ありがとうございますみたいに来たんで、よかったと思ってホッとして。本当のファンなんですね。本当にファン。誰ですか、僕知らないですからね。今のことでカットできなくなっちゃってる。する予定ないな。まあ、あの、でも受験生版タイガーファンディングって、この間の山見先生の遅刻のね、はい、あれもそうだったんですけど、まあ、こういうなんか割との裏側も配信しちゃっていいんじゃないかなと思ってて、今日の最後の話とか、ね、はい、はいはい、いいと思いますよね、はい、はい、特に今回はあのすごくね、彼女が理路整然と素晴らしいプレゼンをしたので、そうじゃない部分もあってよかったらいいのかなとは思います、はいはい、改めてあの彼女どうですか。本当にもう志望校に対する調査とか、はいはい、動機づけはもうすごいスムーズだったなと思いますし、うん、はい、まあ、やっぱりそこまでやってくれたらお金出さないと。そうですよね、思いますね。やっぱりあの準備に対しての賞賛はね、うん、するべきだよね、うん、
はい、とは思いました。はい、松村さんどうですか。あ、そうですね、あの、まあ、バイトと大学も頑張ってきたっていうことなんで、うん、これからの半年に期待したいなと思いました。やっぱあのご両親は素敵なんですね、結局。いや、あれはね、絶対両親手伝ってますね、今回のプレゼンに対して。そうですか。あれ大人が見てないと、大人アドバイスできない内容をちゃんとついてきてるんで。そうそう、細井先生がそれ言ってる時、頑張って首振ってましたよ知らないですけど、頑張って首振ってました。あれは謙遜ですよ僕は手伝ってないと思ってます、うん、はい、かけましょう。かけたいです。そんなかけましょう。僕ね、大人が絶対入ってると思う。入ってる、まあ、小乱文の先生かもしれない。そうですね、志望理由彼女は相談してます絶対に。ちょっと銀座の波は一回かけません。行きません、ね、何始まってんだ。僕はね、あの素敵だなと思った内容はだけど自分でバイトしてやれって言ったのは、うん、子供の育て方としては素敵だなと思って、うん、素晴らしいですよね、まあ、ってことですね、うん、多分ね、理由はあれもう、まあ、本当ではあると思うんですけど、はい、別にね、50万絶対出せるんです、はい、もちろんそうです。別にバイトすればいいだけですからね、はい、だから、はい、けど、うん、こういう状況をちゃんと鑑みて、うん、家族のためにあなた自分でやらないっていう考え方がいいですよね、はい、本当にそうだと思います、うん、はい、森田さんどうですか。そうですね、やっぱその準備って感じです、はい、僕もだから普通だったら、今までの人だったらもう英語やりたくないからいけてるだけじゃんとかになったと思うんですけど、はい、でもまああんだけ準備したんでって、うん、本当だったらその準備をちょっと勉強の方に当ててほしかったっていうのは、うん、それぐらいでしたねあったんですけど、はい、まあ、そういった形でちょっとただまあ目立ちたいだけなんじゃないかなとか、いろいろやっぱちょっと下心をこう考えちゃったりもしたんで、かなり悩みましたね。なるほど、わかりました。山見先生、はい、まあ、彼女はあの、まあ、しっかり接種に入って、でも入ったら結構やっぱり実際起業してなんかバリバリやるタイプなんじゃないかなと思うので、うん、はい、まあ、そういったこの虎の、卒業生がそういう有名になっていったら嬉しいなと、はい、うん、なんか楽しみだよね彼女は、はい、本当に、ね、なんかぜひ皆さんのね、あの YouTube でも追っかけてあげてくれるといいなと思いますよね、うん、はい、じゃあ入ったらでも英語できた方がいいんですけどね、まあ、確かにねまあ正式でやっていくといいなと、それぐらいにはい、はい、小瀬さんどうですか。いや、もう最後なんとか石場で削れたんでよかったかなと、うん、馬石の公式サイン A プラスサイン B なんだっけ、なんだっけ、馬石苦手なんだよ、なんだっけ、まだだ、まだ、いや絶対ね、絶対ございます。すいませんね、ちょっと悪い形でボロを出させてしまって申し訳ございませんでした。いえいえ、まあね、パッと答えてほしかったんですけどね、こういうので、まあ、数学の力っていうのは推し量れてしまうわけですよね。ましてや受験生であれば、こんな夏の時期にね、和石石和が秒速で出てこないとちょっと困っちゃうかなとは思っちゃうんですけども、こうやって想定されているね、事象は崩されていくわけですね。あれがなかったら完全に完璧なんですけど、はいはい、絶対に俺はこの何かあるなと思ってたんで、 あまりに準備に時間をかけすぎてるのに、受験生の割には。なのでこれは何かしらで、ね、あの成績を担保するものって僕ら実はないじゃないですか、はいはい、まあ、たまに成績を持ってきてくれる子いますけど、実際それが本当に今オンタイムでその成績なのかって分かんないし、あそこに偏差値70って書かれて本当かどうか分かんないですよ、はい、受験生版大学ランディングって多分それめっちゃ大事なんで、はい、多分今回、まあ、文系も理系もいるんで、今後の受験生はなんかいきなり問題出すからよろしくな。えー、ごめんよー、はい、あの紫外線減りますよ本当にこういうこと言うと紫外線減りますからね。学力低い人は僕がじゃあ、あ、そうですね、はい、簡単な質問でもいいわけですよね。そうそうそう、まあ、でもいろんな人が出てきていいと思うので、はい、あの今日のね、はい、初めての女性、はい、しかもね、あれだけプレゼンテーションとして優秀だったのは良かったと思います、はい、はい、じゃあまた来月に期待しましょう、はい、はい、ありがとうございました。